しい自分っていうか新しい役者として芝居の幅を広げることができたんじゃないかなとは思っていますし、いい機会だと思います。こういう芝居もあできるのかなって思っていただけたらすごい嬉しいなっていうような役どころだったので、しかも久しぶりの映画だったんで、映画っていうような映画らしい映画だったんで、すごく貴重で、お酒も飲めるようになったんで、いろんな話がみんな出てきて、すごい濃い1ヶ月半というか1ヶ月だったんですね。なんか今回私学園ものって本当になかなかやったことがなくて、同世代の子たちとこんなに長い時間撮影で一緒にいるってことが本当になかったので、すごく新鮮だったし、同世代として仲良くなれた部分もあったし、やっぱ役者さんとしてクラスメイトの子たちだったりキャストの子たちだったりをなんかいろんな面を見て学ぶことももちろんあったし、刺激も受けたし、尊敬するところもいっぱいあったし、なんかすごく、学校のシーンっていうのはたわいもないことを全部思い出ですね。